い、ということで今回もやっていきたいと思います。捕まえたいこの2匹。野生のエキハミが現れた。よっしゃ、いっけ。チェリム、チェリムぐらいならいける気がするぞ。突進。氷に草は効かないのか。あと1回いけそうやね。あ、でもあられ、あーちっ向こう効果抜群なんか。あー、やめてくださいやめてください。突進。お、これでいけるはず。ただダメージを受けそうだわ。おお、じゃあ待ってね。とりあえずエースバーンを出してハイパーボールで捕まえよう。めっちゃギリギリ、多分1ぐらいしか残ってないはず。向こう、あれ、ハイパーボールあった。よっしゃ、こーい。この子進化しそうな感じする。可愛くなるんじゃなかろうか。さらにごつくなったら嫌やけど、雪男みたいな雪ハミを捕まえた。やったね。雪ハミのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。イモムシなんや。え、こんな可愛いイモムシなら全然いいよ雪ハミイモムシポケモン。冷気の混ざった糸を吐く。糸で体を枝に巻きつけ、つららの振りをして眠るのだ。へえ。もう一匹。ん？これはあれじゃない？なんか見たことあるよ。雪わらじやったっけ？その名前？違うかな。バニリッチ。よっしゃ、行くぜ、行くぜ。メタルクローでちょうどいいかな。レベル的にはどうやろう。お、いいいいいいい。これでハイパーボール行こう。これは略称かと思われたが、バニラリッチのナイスボディじゃなくて、アイスボディの特性で、徐々に体力を回復してしまう。一方、キングラーの方は、あられのダメージが少しずつ効いてきて倒れてしまう。とりあえずゴビット出して、ハイパーボール行こう。ゴビットめっちゃちょっと氷っぽい感じやのにね。さあ来い。お願い。お、はい、来たー。バニリッチを捕まえた。やったね。お、トリトドンレベル38。バニリッチのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。バニリッチ、氷雪ポケモン。綺麗な水を飲んで氷の体を大きくする。天気のいい日はあまり見かけない。あ、逆に水飲んだらでかくなるんや。なるほどね。なるほどね。これ雪わらしとかいう名前じゃなかったっけ？違ったかな？あ、ほらほらほら、合ってる合ってる。なんか氷系の、氷タイプのはずやけどめっちゃ寒そうよね。パッと見た感じ。雪わらしなんて可愛い名前と姿だけど、ナイスボディ、もとい、アイスボディで体力を減らしても、じわりじわりと回復され、気がつけば、ゴビット、トリトドンとやられまたしても大苦戦することに。さこい。お、来たー、雪わらし、やったね。イエーイ。ふぅ。雪わらしのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。雪わらし、雪傘ポケモン。真夜中現れる雪わらしは大雪を降らせると言われる。雪や氷を食べて暮らす。寒くはないのかい？凍えてるけれど大丈夫なんかな。とりあえず、特に何もなさげな感じかな。ん？光った？今なんか気のせい？気のせいか。ん？君は？ニューラ？ニューラやん。欲しい。欲しい。ちょっと待ってね。二度蹴り。格闘どうやろう。悪タイプよね、ニューラって。あ。
あ、もしかして効果抜群やった。ああ、抜群やった。マジか。ニューラ可愛いのになぁ。ま、回復しに戻りますか。回復して、観光しよう。行きます。ただいま回復中。はい、回復しました。ってことで、観光してこ。キルクスタウン、古い建物が立ち並ぶ温泉町。温泉町？どっちでもいいかな。お邪魔します。どうも。私こう見えてもね、昔ジムチャレンジを突破したの。どこまで？お気に入りの技マシン、あなたのポケモンに使うかい？おー、マジで？技マシン27、凍える風を手に入れた。やった。凍てつく冷気を相手に吹きつけて攻撃する。相手の素早さを下げる。技レコードを集めるなら、ワイルドエリアで巣穴を調べ、マックスレードバトルをするんだぜ。ふんふんふん。あ、確かにあれでもゲットできよったね。そして2軒目。なんやろ、あの店、正面の。どうも。あ、人もし、2匹も。炎の揺らめきって不思議。見ていると心穏やかになる。いいね、かわいいね。ちょっと空中に浮いとんやね。私のたたっこ、温泉に使っていたからね。体がポカポカしてるんだ。ポケモンたちも温泉大好きですか。この辺なんか、びっくりした。え、なになに？え、何の音？あ、なんか落ちとる。あゆな、雪玉を見つけた。使い捨ての雪玉。使い捨てとかある雪玉に。逆に使い捨てじゃない、雪玉って何ですか？持たせて氷の技を受けると攻撃が上がる。そして3軒目。めっちゃ気になる、あの看板。どうも。私もヘアサロンで前髪を流してみたかった。まあ、前髪がないんじゃ仕方ない。ゴミ箱とかになんか、ないか。ねえ、めっちゃ気になるよね。アメリカとかにありそう。ちょっと待って、主張激しくない？ねえ、びっくりした。ポケモン見えてなかった、逆に。極めて美味しくて、遠回りをしてでも訪れる。と、ん？価値があるメニューですよ。がっつり食べないと勝負はできん。まあ腹が減っては戦ができないってやつね。はい、ボブのお店です。美味しいもの食べてもらうよ。食事の時に仕事の話？自分で飯をまずくするのか？何の話だよ。なんかいいタペストリーだろ。アンティークマーケットで買ったんだ。え、これどこかで見たようなタペストリーがかけられている。これは重要文化財じゃない？違うの？なんという焼き加減。ジューシーで、それでいて歯ごたえもしっかりと。コックさんを褒めなければ。そんな子供やだ。美味しいでいいよ。ほんと美味しいのよね。なんとか味を再現してポケモンにも食べさせてあげたい。連れては来れないのか？ポケモン断りの店？入り口にポケモンいましたけど。よくわからんけど。英雄の湯。大昔から温泉が湧いていたと聞くね。あ、これ温泉。すごい。なんか古代ローマみたいなね。それはテルマエロマエ的ということでしょうか？あんな感じかわからんけど。美味しんボブでカレーのトッピング。美味しんボブって言うんや、あのお店。ここは何？ホテルかな？エルフンちゃんのふわふわがないと眠れない。抱き枕代わり的な感じ？そろそろシュートシティに行く？チャンピオンカップと観光を一緒に楽しみたいからさ。あ、それに合わせて移動しよる感じ。ね、可愛い氷タイプのポケモンと出会える場所がいい。ここじゃね？それここじゃね？キルクスあたりの建物は大昔からの建築様式。歴史を感じさせるね。なんかこの辺どこもそんな感じがするけど。いらっしゃいませ。ホテルイオニアです。イオニア。上には行けるんかな？お、行ける。マジか、すごい。子供の頃からホテルの廊下は迷い込んだ気分になっちゃう。なぜ？でもホテルってちょっとテンション上がるよね。取材できたのですが、ガラルが素敵ですね。何より関東地方で人気のカレーのトッピングを楽しめるのが最高です。関東地方から来たのマジで？ロトムラレーにハマっちゃった。私はハマらなかったよ。おや、僕に用事かな。チャンピオンになるくらい強くなったらまたおいでよ。え、はてなはてなはてな、意味深な感じや。チャンピオンになったら来たらいいんか。君はポケモン好きかな？好きよ。ありがとう。これからも好きでいてね。
スタッフさんからのメッセージだろうか。そういう感じだろうか。こっちちょっと扉が小さい気が。えいえい、なかなか捕まらない。あら、あなたはボール投げるのうまそうね。何やってるの？スマホ見てるけど、ポケモン GO しようかな。僕ディレクター。わ、ポケモン図鑑の完成を目指してくれてるの？ありがとう。どんどんポケモンを探してくださいね。そうだ、ポケモンを捕まえるのに役立つお守りをあげるよ。アユナは揺れないお守りを手に入れた。揺れない？持っていると捕獲クリティカルが発生しやすくなる不思議であまり揺れないお守り。ポケモン図鑑が完成したら教えてね。あ、またここに来ればいい的な感じ。俺プランナー、遊びを考える仕事だから遊ぶのも仕事のうちなんだ。このホテルはあれだな、現実世界の現実の方々の意見がここに出てるんだな。部屋で流れている BGM、 僕が作ったんだぜ。なるほど、ここはポケモンの世界の話ではないね。現実の世界の話だね。過去にも結構そういうのあったよね。こっち側はそういう遊び心いいと思う。お、空手王が2人。基本の技を出してこそ応用の戦いができる。空手で学んだことです。野生のポケモンの中には傷ついた体を癒すため温泉に浸かる者もいるという。野生の猿的な感じかな。急激に普通のポケモンの世界に戻った。相棒は綺麗好きでね、ずっとシャワーを浴びてるよ。地面タイプなのにさ。え、それ死んでない？死んでない？大丈夫？まあ、元気に生きてるんならいいんだけどもね。自分で寿命を縮めてるのでは。さあ、それじゃあ、結構広い街やね、ここも。なんやろ、これ。あっこで空を飛ぶが使えるとかかな。タクシー乗り場ですね。雪、雪、好き。なんかちょっと頭、大丈夫？寒い時にあえて食べるアイスクリームも大人もんだろ。こたつでアイスクリームがいいと思う。あ、もしかして真ん中のこれもあったかいんかな。アイスクリーム屋さんどんだけあるの？バニリッチを捕まえたいんじゃが、わしももう歳での。わしの嘆きをバニリッチと交換してくれる人がいれば、とても嬉しいんじゃが。え、いいよ、いいよ。バニリッチ。さっき捕まえたばっかりなんやけどね。どう？ほっほ、その子を交換してくれるんかの。いいよ。打撃って言った？バニリッチを白雪へ送ります。バイバイバニリッチ。いってらっしゃい。あ、すげえ、ごつい子になって帰ってくる。白雪から赤投げが送られてきた。赤投げ。なるほど、可愛がります。まあ、初めて捕まえるポケモンやしね。嘆きのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。嘆き、柔道ポケモン。投げ技の腕は一流。戦いで描いた汗が染み、帯の色が濃く染まっていく。嫌な染まり方である。ほほ、玉のようなバニリッチじゃ。感謝してもしきれんぞい。アイスクリーム屋さん手伝ってもらうんじゃないあれ。ポケモンが入る温泉。今日もいい湯加減だな。雪が降っていると氷タイプのポケモン見えないね。どういうこと？雪が積もってってことかな。雪関係なく溶けてますね。氷タイプのポケモンはいるけど、雪だるまのポケモンいたっけ？いないんじゃない？雪だるまってポケモン？え、違うでしょ。びっくりした、なんかと思った一瞬。筋肉だ。筋肉を燃やせば寒さなんてへちゃらですと。ポケモン勝負しているとき、凍ったらピンチ、動けない。それを溶かして動けばいいんだ。多分。至るところにおるな、あれ。あれ？こっちもホテル？ホテル、イオニア、どちらでもお好きな方を選びください。なんで二つあるの？人待ちさ、僕のオンバットも超音波で探してくれているよ。え、大丈夫？迷子？この建物内にはおるんかな？スタジアムのね、一番前の席、チケットを押さえているんだよ。時々技が飛んでくるけど、大迫力なんだよ。そんな野球のボールが飛んでくるみたいな感覚で言われてもね。ホテルはいいわよ。お掃除洗濯しなくていいもの。もうホテルの人たちは大変そうやけどね。いろいろと。お、ブラッキーやん。私は奥さんを待っている。いや、奥さんに待たされている。物事を正しく伝えることが必ずしもいいわけではないのだ。
どういうこと？待たされてるとか言ったら奥さんに怒られるってことかな。何してんの？ズバリ犯人はこの中にいます。なんか殺人事件起きたって。誰ですか、あなたは。せっかく推理してるのに邪魔しないでくださいよ。何、犯人はこの中にって絶対衣じゃないやろ。古本、一応名乗っておきましょうか。私はハウスズ、ホテルに雇われた名探偵なのですが。自分で名探偵。ただいまおぞましい事件の犯人を追い詰めてるのです。その名もロビーに置いてた大量の木の実食べられちゃったよ事件。あれ木の実なんや、リンゴに見えるけど。事件が起きた時間にロビーと3人をこの部屋に集めましたが、ノイズが入ったせいか推理が難航してましてね。まあ木の実食べたんならあの小さい子供でもありえるかな。そうだ、邪魔したあなた、私の助手にしてあげます。いいよ。てかハウスズって何を。ホームズのパクリかなんか。同じ家でもホームじゃなくハウスなのですね。3人から事情を聞いて情報を集めてください。はあ、僕のポケモンどこ行っちゃったんだろう。え、木の実食べてないよ。それより僕のポケモン見なかった？ポケモン、街の外にはいっぱいおるけど。あの名探偵さん、困った人ですね。ヤオモリの木の実が置いてあったのは見ましたが、私医者から木の実は止められてましたね。止められるんや、健康に良さそうやけど。あんたも変なのに巻き込まれた災難だね。ロビーにあった木の実ってすごいたくさんあったんだよ。私食べきれないよ、統一制限してるしね。こいつじゃね。事件解決。あ、僕のポケモンどこ行ってたの？絶対こいつやん、欲しがりす。かわいい、口元に木の実の汁がたっぷりとついている。ふっふっふ。皆さんの発言を聞いて犯人が分かりました。ダンサーさん、犯人はあなたです。いやいやいや、欲しがりすだって。え、どうして私が。あなたはダンサーだ、体を動かすから常にお腹が減っているはず。いやいやいや。それこそがカムネギのネギのように鋭い証拠なのです。は？意味わかんないし、インチキ探偵だ、誰がインチキですか。名探偵を捕まえて、どこがどう名探偵なの。こんなのに任せてらんない、もうあんたが謎を解いてよ。ガーン。だからこの子だよ、犯人。犯人かな。はい、確実に。え、ホシガリスが犯人。あ、ほんとだ、口の周りが汚れてる。うん、食べてるね、これ木の実食べてるね。あら、ほんとね、汁でべっとりだわ。かわいい表情。さすが私の助手。事件解決の報酬だ、受け取ってくれたまえ。広角レンズを手に入れた。あ、やっぱり探偵やけんこういうレンズを。アイナは広角レンズを道具ポケットにしまった。いやー、あっぱれ、非常に喜ばしい。それでは皆様ごきげんよう。逃げたな。逃げましたね。こら、待ちなさい。はっはっは、私も追いかける流れだね。そういう流れなの、わからないけど。いや、かわいい、その表情かわいい。木の実事件解決してくれてありがとう。星ガラスにもよく言って聞かせるよ。まあね、人のものは食べちゃいけないと言っておかないとダメよ。と言いながら人の部屋を物色するアユナ。かわいいけども、ま、一件落着ということだ。そして、どうも。お手伝いにヤブクロマはチップ代わりにゴミを食べるんだ。へえ、いいやんいいやん、清掃をやって。鳴き声そのまんま。清掃してくれよんよね。なるほど、ポケモン探しをせんといかんなるんかなって思ったけど、まさかの犯人やったね。星ガリス。どうも。ガラスを引っかく音とか嫌な音を聞くと気持ちが萎えるだろう。そんなおぞましいを持っていきなさい、ということ。アイナはおぞましい16、嫌な音を手に入れた。ふんふん。思わず耳を塞ぎたくなる嫌な音を出して相手の防御をガクッと下げる。嫌な音、寝ている時に聞こえてきたら相当嫌だよな。でも私、寝よるときね、本当にめっちゃ爆睡するけん、あんまり聞こえんねよね、周りの音。でも夢には反映されよんかもしれんけど。お、ピカチュウだらけやん、かわいい、一匹ちょうだい。涙は強い、見ると思わずひるんでしまう。そんなわざマシン使うかい。お、
アイナはワザマシーン47嘘泣きを手に入れた。なんか今回のポケモンほんといろんなものくれる人多いね。泣いたふりをして涙を流す。困らせることで相手の得望をガクッと下げる。涙はちゃんと流れるんやね。俺のロックとは、男のハートに火をつける。女に涙をこぼれさせる。嘘の涙はいらないのさ。だから譲ってくれたのね。ピカチュウだけのチームでチャンピオンならんだ俺たち。かわいい。この二人で生きよん。どういう組み合わせなんやろ、兄弟かな。すごい気になるんやけど。どう知り合って、どうチームを組んだんだ。さあ、ってことで、まあ、事件も解決したし、この街も広いけん、また、次回も観光していこうかな。はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあんなミニイベントもあったりするんよね。面白い。いいと思う。ほんと何が始まったんかと思った。最後撮影かと思ったけど、普通に本当に事件として扱っとったんやね。